今ダブルクリック、どっち？あ、どっちでも、どっちでも大丈夫。ありがとうございます。ママトク元気ラジオ。この番組は合わせ小学校前おいしい雑貨やシャミス、子ども服、子ども用品、制服のリユース&アウトレットのお店マムズマートな発信と新ストア、初めての塾は学研教室、以上各社の提供でお届けします。おはようございます。むぎゅー、今週も始まりました、ママトク元気ラジオ。パーソナリティはママの元気サポーターでチャイルドカウンセラーの堀えりみです。はい、なんか台風2号がね発生しているということで、なんか大気がね、ちょっとねお天気不安定な感じですね。雷とかもね発生しやすくなっているようです。雷注意報とか出た時には屋内にねすぐね速やかに避難するとかね、ちょっとまたこの積乱雲とかねこう形成された場合にはちょっと注意したりだとか、私たち一人一人のママたちもちょっと子どもたち遊ばせる時なんかもねちょっとお天気気にしながらね、ちょっと気を配りながら遊ばせてください。さて、夏休みにね入っていますけれども、皆さんねどのようにお過ごしですか？いろんなね公園にお出かけだったりとか、イベントとかね参加されてる方もいらっしゃると思いますが、今度のねこの、土曜日日曜日もさまざまな場所でねさまざまなイベントが開催されるようです。でコンベンションセンターの方でもなんかね科学実験とかができるようなイベント掛けもね参加しますので、またお時間ある方は行ってみてください。あと新聞とかでね見たんですけれども、沖縄タイムズ取材の実験とかができる、なんか作ったりとかねワークショップできるようなものとかが茶壇のね役所の近く、役所ですかね、できるような感じでね新聞にも載ってました。インターネットでねいろんなイベント情報を検索すると、またさらにね他のイベントですとか、また詳しくねいろいろと情報を集めることができると思いますので、皆さんねスマホとかねパソコンとかでちょちょってね検索してみてください。さて、ママトク元気ラジオ、この番組はママはもちろんママじゃなくても心も体もお財布も聞けば何かしら得する情報、聞けば何だか元気になる情報をお届けしようという番組です。番組ではメッセージを募集しています。おすすめの情報やお得な情報、あなたの近況、最近の良かったこと、嬉しかったことなどお寄せください。自分のね良かったことではない、他人の良かったことなんだけれども、やっぱり良かったお話ね聞くっていうのはね嬉しいものですね。ぜひあなたの良かったこと、嬉しかったことをシェアして、みんなにねハッピーのお裾分けをお願いします。そしてまた番組への質問や感想などもお待ちしています。メールアドレスは 797@fmgenoa.com。
797@fmkinawa.com。 そうそう、私ね、一応チャイルドカウンセラーね、そしてホメアマスタートレーナー、ママの元気サポーターということでね、やって活動をしています。子育てに関するね、質問ですとか、またママ自身のこととかね、でも質問とかいろいろありましたらお寄せください。できる限りね、お答えしたいと思います。また FM ギノワンではユーストリームで動画を配信しています。さやまるラジオもねやってますよ。スマホやパソコンがあれば FM ギノワンのホームページから見ることもできます、ね、聞くことできます。ラジオの、電波の、ね、届かない地域のお友達にもぜひね教えてあげてください。よろしくお願いします。では今日も元気よくいきましょう。はい、今日はですね、いろいろ私の方からね、役立つ話題、お得な話題をお届けしたいと思いますが、まずね、FM ギノワンに、ね、やってくると、入り口から入ってすぐのところになんか棚があるんですけれども、そこにいろんな情報、イベント情報だったり、あといろんなね、子育てシェアのこんなチラシがあったりとかね。で、他に今日見つけたのは、ギノワン市の、これはですね、保健相談センター、健康増進課保健相談センターが作っているギノワン食育カレンダーっていうのをね、発見しました。で、結構これね、カラーでね、作られてて、もう手作り感がね、あるんですけれども、食育って何すればいいのっていうところから始まって、ね、いろんな沖縄のね、野菜についての解説だったり、そして早寝早起き朝ごはんについてのね、いろんなお話が載ってたりね。早寝はね、早寝で生活リズムを作る、早寝で成長ホルモンを促します、また美容にも効果的ですって書いてますね。で、そうそう、琉球大学の健康、琉球大学の先生で、このね、睡眠についてのね、講話とかね、よくね、お話ししてくださる先生がいらっしゃるんですが、その先生も言ってましたね、早寝。よく子どもたちに早寝しましょう、早く寝ましょうとかね、子どもたちに一生懸命働きかけるけれども、お母さん自身も、早く寝てくださいねという話ですね。やっぱりお母さんが全体的に一般的にこう睡眠不足気味なんだそうですね。で、睡眠不足になるとやっぱりこの、今出てた美容にも効果的ってありますが、睡眠不足逆ですよね。睡眠不足になると美容、肌にも悪いですし、そして肥満にもなりやすいって言ってましたね。そして何よりもイライラしやすい、大変ですね。睡眠不足でイライラして子どもたちに八つ当たりなんかしたらもう大変なので、お母さんも早く寝て、子どもと一緒にもう早く寝ちゃったらいいかもしれないです。で、朝方にね、リズムをねシフトしていく、子どもたちも今ねラジオ体操とかで早起きしてると思うんですけれども、この夏休みね、ぜひね子どもたちと一緒に早寝して早起きして、朝方にね、朝いろんなことをしようということでね、シフトチェンジしていくといいかもしれないですね。そうするとお肌にもいい、ね、ダイエットにもいい、そして、心のね充実、ね、イライラせずに優しくいられる、ニコニコ母さんでいられる、すごいね、いいことですね。で、お休みは早起きして好きな朝を浴びる、すっきりして、ね、朝の朝日を浴びると脳内ホルモンによって脳の覚醒を促して、その結果頭がすっきり目覚め、集中力が増しますとありますね。早起きするといいことがありますね。で、朝ごはんも早起きすると、ね、朝体を動かしたりとかして必要なエネルギーを補給できるということで、やっぱり早寝するといいこといっぱいですね、で、ただ、早寝早起き朝ごはんってありますけれども、早寝しようと思ったら、ね、まずは早起きすることが、ね、こうキーポイントでしょうね。早く寝ようと思っても朝起きるのが遅かったら、ね、なかなかこうシフトチェンジできないです。例えばね、昨夜遅く寝てしまったとしても、
もう有給してね、もう今日はもう早起きするぞって早起きしてみる。そうするとあのいい循環にねこうチェンジしやすいので、まずは早起きから、ね、早起きからチャレンジしてみるといいかもしれません。お子さんと一緒にね、ママもねぜひやってみてください。勉強も仕事もはかどりますよってありますね。そしてなんかゴーヤーとか、ナーベーラ、ウンチェ、パパイヤ、シマナ、ハンダマとかねの解説とかも載ってますね。そうゴーヤーね、ビタミン C たっぷりでいいんですよね。あと沖縄の重箱料理、重箱料理についての解説とか、載ってます。三枚肉は1枚で240キロカロリーとかね、すごいですよね。三枚肉そばとか食べると、じゃあ三枚肉だいたいね、三枚肉そばだったら、2枚ぐらい乗ってるので、三枚肉2枚食べてもう500キロカロリーで、おそばとねでまたおつゆまで飲んでしまうね、全部飲んだらもうすごいカロリーになってしまいますが、あの食べるなってことではなくて、それぐらいねあのカロリーね、摂取してるよっていうのをあのちゃんとね知ることって大切ですよね。そうすると1日のね摂取カロリーとかも、あのじゃあ昼ね沖縄そば3枚肉もいっぱい食べたから、じゃあ夜はちょっと軽くめにしようとかね、そういう感じであのトータルで考えたりすることもできますので、やっぱりね知ることって大切ですね。あとまあ毎日プラスワンね、一皿野菜を増やそうとかっていうことありますけれども、多分これねきっとね健康増進課に保健相談センターですか問い合わせるとねもらえるかもしれません。 FM ギルワのね、にもまだありますので、欲しい方もらいに来てもいいかもしれないですね。でですね、あとこの、ぜひお知らせしたいのが子育てシェアってね、もうあの知ってる人もうすでに私登録しましたっていう人もねいるかもしれないんですけれども、今ね子育て、昔はあの隣近所ね、本当に私たちが小さい頃とかは隣近所のおばちゃんがね、こうちょっとあのお母さんが仕事に行ってられたちょっとね、まあ家で遊んでたりとかしてても隣近所のおばちゃんが見ててくれたりとかね、またお昼ご飯もねあの子供たち同士で遊んでたらお昼ご飯も食べていってとかね、気軽にいろいろとこうね頼り合いとかもできたんですけれども、今やっぱりねなかなかねそういうあの親しいねママ友がいる方はいいと思うんですけれども、周りになかなかねこう、お願い気軽にお願いできる方がいなくてちょっと困ってますとかっていう人いるかもしれません。でそんなね、ママにも朗報ですね。子育てシェアっていうね今広がりつつありますが、あのアズママって聞いたことありますか。アズママの子育てシェアっていうのをあのインターネットで検索するとね詳しく出てきますが、ママなんだから私が頑張らなくっちゃって一人で思い詰めて辛くなっていませんか。子育ては頼っていいんです。頼れる相手の数だけ子育てが楽しくなりますよ。子どもたちも預けられるという体験を通して世界が広まり社会性を身につけることができます。だから頼り合いの子育て始めませんかっていうね、あずママのところね、チラシでも書いてますね。でまずこの子育てじゃあのというところで、登録するんですね。インターネットで子育てシェアって検索すると出てきますので、スマホやパソコンとかねタブレットとかから、簡単にアクセスできますのでそこに登録してみてください。そしてまたねあの登録してからその後あの友達登録してる友達とかねいたらまたつながっていって、で、お互いに預けたりね預かったりとかできるようなあのシステムとかっていうのがねあの利用できるようになるんですけれども、あのワンコインから利用できたりとか しますし、また急なお願いとかねも答えてくれるシステムなので、あの他にもねファミリーサポートセンターとかねあのあったりしますけれども、あの前もってこう予約しないといけないとかってでそういうのあってね、もちろんそちらもねすごくこうあの、便利だしとてもねあの大切なシステムで、喜ばれているんですけれども、やっぱりあのこの前もって予約じゃなくて急な用事ができた時にでも
こう気軽にね利用できる、インターネットで、ね、誰かいませんかって言ったらいろんな人がこう、ね、メッセージで答えてくれて、こうやり取りして、じゃあお願いしますとかってやり取りが簡単にできるみたいなんですけれども、あのそういう感じで、あのお互いがね頼り合っていけたら、子育てもねもっとね、あの本当にこう楽しい部分がもっと味わえるのかな、大変だ辛いとかじゃなくてね、そういうところももちろんあると思います、大変なところも。でもやっぱりこう子育て者とか利用していくと、もっともっと子育てのね楽しさを味わうことができるのかなと思います。ぜひあのインターネットで子育て者検索してみてください。ではこの辺でまたね、あっちゃんの曲、フルで流してみたいと思います。CM 流れましたね。マムズマート売って楽しい、ね、売って嬉しい、買って楽しいですね。マムズマート、あの豊富な品揃えでね、あの小物もありますし、大きいものベビーベッドとかね、あのいろいろと大きいものまで本当にたくさんの品揃えでいつもねお待ちしてますよ。あの優しいスタッフがね対応してくれますので安心してお出かけください。
で、さて、まあ、後半ちょっとね、お話変えまして、夏休みぜひね、私実は学研教室の先生もしてるんですけれども、教室のね、子どもたちの保護者の方とかにね、おすすめしてるのが、遊びの中からお勉強っていう方法をお伝えしてるんですね。でどんなことかっていうと、この夏休みなんかね、すごいいい機会だと思うんですけれども、日頃この、学校の宿題だったり学校の勉強だったりとかね、この机上の勉強ではできないようなことを、いろいろ体験できるチャンスがやっぱり夏休みだなと思うので、お母さんとかお父さんもね、一緒にねなって、なんかこうね、楽しくやってほしいんですけれども、例えば、どっか出かけるときに車のねメーターを、ゼロにして、ね、家からじゃあ、海洋博のね公園まで どれぐらいの距離あるか測ってみようねとかって言って、ゼロにしてスタートする。で何キロ何メートルってね出てくると思うんですけれども、こう測ってみる。で時間とかも測ってみたりとかしてね、そうすると小学校のお勉強で、何キロメートルとかね、3年生とか出てきますけれども、その時に実際にこの測ってみたり、で何時間ぐらいかけていったとかね、こう体験すると、そのお勉強をやった時にすごくね、このプリントの中、教科書の中ね、お勉強、本当にお勉強っていうお勉強ではなくって、実際に体験したりとかすることによって、本当にお勉強に入った時に結びつきやすくなる、スーッと入ってくる感覚、ただ想像するだけじゃなくてね、実際体験したこととかを元にするとね入ってきますので、おすすめですね。なので、遠いところじゃなくてもいいです。近くの公園までね、何分で着くかなとか、ちょっと一緒にね、お母さんとゲーム感覚でやるといいですね。時計見てね、何分ぐらいで着くと思うってね、お母さんは、どこどこ公園まで歩いて10分で着くと思うな、ね、あなたは何分ぐらいだと思うみたいな感じで予想して、でどっちがね、ニアピン賞みたいな感じでね、近いかなとかってやると楽しくなりますね。であと、2年生とかでやるのが、こうデシリットルとかミリリットルとかねやりますけれども、夏休みにね、まあ、いろんなところ行って体験するのもいいです。こういろんなものを触ったり、砂を触ったり泥を触ったりとかね、そういうのも大切ですけれども、おすすめなのが、お母さんと一緒に何かね、クッキーとかケーキとか料理の体験をするっていうのはすごくねおすすめですね。で料理っていうのは大さじ何杯とか測ったりしますよね。で大さじ何杯とかっていうのは、じゃあこの大さじ1つにね、こう砂糖を入れた時に何グラムかなとかって、またこう測りで測ってみたりだとか、じゃあ、このね、じゃあ牛乳を 50cc 測って入れてとかって、ね、計量カップで測って入れてみてとかって、お子さんと一緒に、ね、やったりしますよね。そうすると本当にこの、ミリリットルデシリットルとかやった時に、ミリリットルって cc と同じなんだよとかって話しながらやっていくと、 50cc 入れたら、じゃあ一生懸命こう計量カップで測ったりしますよね。 50cc でこれぐらいなんだって、コップに移すとこれぐらいかなとかね、また容器を変えてみたりとかして、子どもたちでちょっとしたきっかけ与えると、それからいっぱいね、いろんなことをこう発想豊かなので考えて、いろいろで遊びをね広げていくと思います。でその遊びの中でいろんなね、本当に生活の中でこう体験したこと、遊びの中で体験したことがまた学習で出てくると、すごくねこう密接になっていくし、ただのお勉強ではなくって自分の役に立つ勉強としてね捉えることができるので、すごくね子どもたちにとっても学校の勉強も楽しくなりますね。でそんな感じでね、普段なかなか時間がなくてできないこととかも、まあ、お出かけしてもいいですし、家の中でもいいですし、いろいろとね体験することができますので、ぜひお子さんと一緒に楽しむ時間を持ってみてください、ね、お母さんもお父さんも一緒になってね楽しむ体験、そうすることで本当にね子どもたちの成長に、豊かになりますし、まあ、学習面だけではなくって心の成長にもねつながりますので、ママとパパとね
また周りのね、あのおじさんおばさんでもいいです。子どもたちと一緒にいろんなことを体験したり、また感想なんかもね、こういろいろとねお話するといいかもしれないですね。こうもうちょっとこれをすればもっと美味しくなったねとかね、今度はこれを入れてみようかとかね、やるとまた次へのね期待も膨らみますよね。で工夫とかね、工夫してみようとかっていうのもまたねさらにねこう成長するチャンスですので、あのそういうね普段できない体験ぜひやってみてください。お料理おすすめですよ。であと、学研教室からのお知らせですね。学研教室ではただいま無料体験学習を受付中です。そして夏の特別教室も、ね、開催しています。9回コースと5回コースと選べますので、ね、あなたの、このスタイルに合わせてお子様と相談しながら学研教室通ってみるのもいいですね。お近くの学研教室、あの教室検索すると、あの近くの学研教室調べることできます。でここの教室どんな教室かなというのも大まかに見ることもできますので、ぜひ電話して、ね、アポイント取ってから学研教室訪ねてみてください。では、あっという間の30分、そろそろね展示の時間ですね。あ、そうそう、お知らせ、明日マムズマート那覇新都心ストアの3階で褒め愛塾開催します。親子で参加できます。子ども連れでね、あのお気軽にお越しください。お問い合わせの方はインターネットで褒め愛塾、ね、堀江里美褒め愛塾って検索してみてください。ではあっちゃんの曲ですね、お別れしたいと思います。また来週お会いしましょう。お相手は堀江里美でした。